こんにちは。今日はね、作品の紹介というかおすすめをしたいと思います。この腹巻き帽子、たくさんの方が挑戦されて編まれていると伺っております。で、この腹巻き帽子が編めるようになると、レッグウォーマーとかアームウォーマーとか作品の幅が広がって、いろんなものが編めてると思います。それでこれ、マルティナさんの幸せを編む魔法の毛糸の本の中から次の段階の作品を紹介したいと思います。ぽっちゃりくんっていう、6本寄りの糸で私は編んだんですけど、レシピもそうだったんですけど、これはレシピ通り編んでます。こういう1枚のふわっとしたネックウォーマーになってるんですけれども、こちらから見るとこう斜めに表編みが走っています。で、これをね、裏返すと編み地になります。リバーシブルでね、使えます。で、とても編み方はシンプルで、掛け目と2目一度の繰り返しだけです。本を読むと、本に編み方は載っているので、ちょっとこれはね、編んでる方が少ない、あまり見なかったので、いいよっておすすめしたくて動画を作っています。こんな風にね、スケスケではあるんですけれども、こうね、透けてます。掛け目と2目1度の繰り返しです。2目1度はね、これは裏の2目1度でやる方がやりやすいと思います。本にはね、そのやり方で載っていました。で、これが私お気に入りなんですけど、もう一つお気に入りになってきたのが、この間紹介したこのロリポップ、キャンドゥさんで買ったロリポップで編んだネックウォーマーなんですけれども、10ミリの針でサクサクっと編めたし、サイズ感もいいし、この手触りもすごくいいし、あったかいんですね。で、このかごめ編みきっちりやろうと思うと、すごくちょっと根気がいるような気がするので、簡単に小さいサイズを作ってみました。ロリポップで編んだ時と同じ、目数に、横の幅が目数にして、10ミリの棒針、これは10ミリの輪針で編みました。輪針ね、こんな感じになってます。で、一目ゴム編みで始まって、これは5段ぐらい編みました。で、そこから斜めかご目編みになって、また、一目ゴム編みにしてあります。この長さだとね、この高さだと上がハイネックのセーターになる感じで、自分のハイネックセーターだったらこれぐらいがいいなっていう高さがあると、こうフィットすると思います。で、これもね、裏返すとこういう感じ、ちょっとね、見た目が変わります。どうですかね。10ミリなのでね、割と早くできるっていうことと、掛け目と2目1度の時に目を落とす時にちょっと復旧しにくいんですけれども、この太い糸だとちょっと
やりやすいんじゃないかな、練習にいいんじゃないかなと思います。とこれ糸は浜中さんのそのものシリーズの極太が手に入ったので、帽子と一緒に2玉半で2つ編めました。こちらはね、こう縦にピーンって引っ張ってあげて、シュポッとかぶると先っちょがちょっととんがり気味で可愛いシルエットになります。シンプルに、2目ゴム編みだけでずっと編んで、最後2目一度にして目数を半分にして絞ってあります。なんかね、そろそろなんかバレンタインデーだなーと思ったりして、こういう太い糸でサクサクっと編めるっていうのは、ちょっと女子としては頑張りどころかなと思ったりするんですけど、いかがでしょうか。すごくね、あったかい、簡単に編めてあったかくってね、ちょっと年齢も何も問わずシュポッとかぶってもらえるような気がします。もちろん女性にも可愛いシルエットでね、すぐにできるっていうところがおすすめポイントだと思います。いつもね、カラフルな毛糸でいろんなものを編んでるんですけれども、カラフルとカラフルだとなかなか合わせにくいので、こういうシンプルなものも私は、間に編むようにしています。白とかね、こういうグレーとかベージュとか、こういう落ち着いた色があると、なんていうのかな、便利ですね、合わせやすい感じ。今日は斜めかご目編みっていう編み方が、あのネックウォーマーにするのにね、とてもいいですよっていうお知らせです。でこのかご目編みで、夏のショールも編みました。ショールじゃないな、マーガレットね。すごくシンプルなんで、シンプルなんだけど、こうね、伸び縮みがしてとってもいいんですけどね、なかなか編んでる方少ないなと思ったので動画にしてみました。もしよかったら作ってみてください。では今日はこの辺で終わります。最後までご視聴くださってありがとうございました。